皆さんこんにちは、太郎です。本日は3月19日火曜日です。はい、ということで本日も元気に白柿を今から行うところです。でね、本日は久々のこれから雨かな。天気予報では雨ですが、まあ雨ということでね、まあ、ようやく涼しいというかね、あのね、トラクターってほらね、晴れると暑いじゃないですか、温室状態ということでね、ようやくなんか周りが暗くてね、この撮影してる時以外は私のトラクターはね、ネットカフェ状態なんですが、はい、ようやくね、スマホの画面が見やすい。作業中ですよ、作業中。そんな日になったかなと思うんですけれども、今日ですね、ちょっと試したいことがあって、まあもうちょっとやってみたんですけれどもね、非常にいいなと思ったのでね、そちら紹介ということでやっていきますが、視聴者さんからのね、コメントでこのようなコメントをいただきました。ありがとうございました。太郎さん、バックターンしてみたらどうですかという趣旨の、はい、コメントでありがとうございます。何何と思って。ですね、マートンさんって方のね、が紹介してる方法かな。マートンさん。うん。ひらがなでマートンさんですね。阪神のマートンじゃないですよ。阪神のマートンさんじゃなくて、ひらがなのマートンさんですね。はい。検索したら2人出てきたので、まあ、こっちだろうと。農家のマートンさんを選んで、はい、見てみましたら。すごいですね。私ね、したことありませんでした。バックでターンするというのね。で、昨日ね、ちょっとそれ、今日、それで撮影しようかなと思ってね。やってみたんですけれども、いや、やりやすいなと思ってですね、はい、と思って、結構昨日ずっと、はい、そのコメントに気づいた後は、バックターンで、ああ、いいと思いながらね、やっていたので、まあ今日はね、そのね、実践と、良かったなと思った点についてね、はい、やっていこうかなと思います。いや、皆さんね、いろいろな方法を探求されてるんだなと思ってね、はい、私もなんか、ね、まあ独自の方法とはいかなくてもね、こういった、ね、いい方法を教えていただいたので、そういったのはね、いろいろ試しながらまた自分の引き出しをね、増やしていこうかなと思っております。それでは頑張ってまいります。はい、ということで作業してまいります。はい、 PTO オン、エンジン回転1500、 PTO は一速です。更新制御は8でやっていきましょう。ちょっとここは事前幸運全くなしですので、8じゃ土を引っ張りすぎるかもしれませんので注意しながらやっていきます。いやーね、今年はね、ほんとまあこのコメントのおかげでね、引き出しが増えました。まずね、まずあれですよ、ミスターいい音、高橋さんね、ミスターいい音、そこに始まり、あ、すみませんね、勝手に名前つけてすみません。はい、あの本当にね、特に汗塗りではね、感動しました、この方法。ミスターいい音の高橋さん、そしてミスター PTO 一足のセンターさん、そしてバックターンのマートンさん、まあちょっとね、はい、コメントをいただいたのはマートンさんじゃないんですけれども、2度コメントいただいたことがあるかな、私。去年の今頃、コメントをいただいたんですよね。田植え早いですね、っていう感じのコメントいただいたかな。なんか有名な人から来たと思って、はい。びっくりしましたが。ありがとうございました。
私みたいに事前興奮してないね、はい、ずーたらさん、ずーたらさん、うん、ヨダキンボさんにしかね起こらない現象なのでね、まあ、ちょっとね、共感して、共感できないかなと。よし、こういうところね、まあ、これはバックターンってどこら辺、いつもこんな感じだったのでわからないですが、ちょっと外周してるので、ね、すみません、あの外周が終わるまではいつも通りやります、なんだかんだ言いながら。よしよし、でもやっぱできたって思ったらいけないですね。できるようになったって思うとやっぱり思考停止しちゃうので、皆さん本当すごいな、どんどんその中でもさらに効率的な方法というのを探求されてるんだなと思って、見習わないとなと思いました。バックでターンしようと思ったことはないですもんね、本当昨日やりやすかった。特に感じたのが、まあ、まずね嬉しかったのがね、あの倍速でターンするともう枕をね前輪でゴリゴリ掘っちゃってる感があるじゃないですか、もうあれが嫌いだったんですよ、タブ息はまりそうですし。で私のタンボね、私も1列開け2列開け極力ね倍速が効かないぐらいの、ね、ハンドル切りかけでね大回りしてたんですけれども、やっぱり効いちゃうところは効いちゃうんですよね。あ、ここでもうちょっと半径ちっちゃく回りたいと思ったね、2列開けならいけるんですよ、この 2工程開け、1工程開けを意識するとねちょっとねできないですよね、倍速効かせないと。まあそういったこともありまして、なんか悔しいなと思いながらいろいろやってたんですが、特にちっちゃい田んぼとかはね、バックにしてからは罪悪感がまず少ないですね。掘ってる感が少ないのと、枕を掘るわけじゃないので、倍速でねバックでターンするときって枕掘らないんですよね、枕の手前をねタイヤがターンしていきますので、すごくなんていうかな、精神衛生上よろしい、そんな方法だなと思いました。はい、ここもねよくわからない変形をしておりますが、ここ用水路の場所ですね、うん、ここちょっとだけね、はい、ちょっとだけ汗を残しとかないと汗草刈り機が通れなくなるので、よし、はい、そこのジグザグのところね、汗草刈り機が通ればいいです。シチュエーション、そういった時にね土手にハローが当たっちゃうなとか思うことがあったんですけれども、それがなくなりましたね。バックターンいいなと思って、ハローがね後ろバックすることでね車体後方通りますので、後方通りというか、なんと言えばいいかな、あぜ側に波浪が来ないというかね、バックでターンすることによって、なので全く土手に当たる心配が皆無だったんですよね。すごくそれが良くて、本当に昨日はヘビロテしてましたね。ヘビロテ、ちょっとこの田んぼちっちゃいんですぐに終わっちゃいそうですけれども、内側には1工程分ぐらいしか残ってませんが、まあいいでしょう、1工程じゃ済まないな、草が多かったので何工程か行こうかな。でね、こうやってね、はい、合わせての
合わせてのそうそうそう、これこれよいしょっと、こう行くでしょ。あ、もう私縦横しないので、縦ばっかりですので180度ターンですね。枕に着いたら180度のバックターン、それしか行えません。縦横する場合だったらどうなるのかな、変わるのか、いや変わらないか、一緒か。180度ターンして縦の工程が終わったら次は横って感じかな。はい、草が多いので作業速度は 1.5 キロぐらい。量ですといいぐらいの水分量なんですけどね、一発すき込みとはいかないかな。いくら今日頑張ってハロを回しても完全すき込みとはいきませんね、この状態の田んぼは。なんかな、あの砂プラス粘土みたいなね、ここ砂ばっかじゃないですけど、あの砂プラス粘土、あれが決まりやすいんですよね。ここちょっと粘土チックなんですが、はいはい、さあバックでターン。そう、罪悪感が少ない。あと前輪についてる前輪につく泥の量もね、全然少ないですよ。この前進だったらすごいガリ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 っと掘ってるなっていうね、そういう跡があるんですけれども、タイヤのラグの間に泥引っ掛けるじゃないですか。それがね全然ないんですよ、バックだと。だから土を移動させてる感も少なくてね、まあ罪悪感が少なくていいです。今のとこ感じてないかな。ないよな。もうただただ昨日からあ、いい方法だなと思いながらね、ずっとやっております。難しくもないですね。もうちょっとね、すみません、マートンさんの動画をねしっかりお勉強したわけじゃないので、もしかしたらちょっと趣旨がね、私の勘違いがあるかもしれませんけれども、私はすごくねいいな、このバックでターンする方法やりやすいなと思ってやっております。私の解釈違いがあったらすみません。めんどくさがり、よだきんぼの私でもね、全然めんどくさくないし、むしろ楽だなと思える、はい、方法ですね。ああ、なんと罪悪感のないターンでしょう。まあ、なのでドン好きバックですね、言えばね。汗までドン好きですね。ドン好きというか、汗までタイヤで前輪やって、そっかいバックみたいな感じです。でもね、工程的にも少ないですよね。まあ、もちろん全身でね、まあ、倍速効かせてターンするのが一番のっぺらぼうで、U字的な感じですよね。でドン突きでバックしてターンすれば、あのアルファベットの小文字の N みたいな。でこれは何でしょうね、アルファベット小文字の U ですね。 U、 ミュですね、ミュミュ、ミュですよ、ミュ。なんていうのかな、ギリシャ文字、摩擦係数のミュですよ。このバックターンのイメージはミュですね。ただ作業、なんていうかな、回数が、動作切り替え回数が少ないというか、
どん突きからの前進ターンなら、どん突いて後進に入れて、さらに前進に入れてってありますけれども、一緒か。いや違うよ、だって1、今後進に入れて、そう、後進に入れても2回目の前進でいける。どん突きバックなら、バックに入れて前進、あ、一緒か、2回は2回か、すみません、何を言ってるんだって感じでしたね。感覚的に楽なんですよね。いや、掘らないというね、精神衛生上よろしい。いや、いいな。皆さん研究されてるわ、本当で、すごい思いました。やっぱね、農業はね、日々自由研究ですもんね。私も何かね、もっとこの、私は特にね、効率化が好きですけれども、効率化、省力化、こういった方法ね、いろいろ方法見つけるというか、考えながらしないといけないなと思いましたね。いろいろ考えよう。ターン考えてなかったもんな。このターン楽だろうなとか、こうしたらターン楽だろうなとかね。これロータリーも使えそうですよね、トラクターで。今度 MZ でもやってみようと思います。早く試せないともうトレーラーつける日が来るので。そうそうそう、田植えをね、あさってぐらいから始めようかなと思ってるので。ああ、いいわいいわ、やりやすいわ。全身が土を、前輪が土を巻き上げてるのを見なくていいからいいですね、うん、素敵。よしよしよし、綺麗になってきた。このぐらいまでいくとちょっと一発成功の香りがしてきますが、どうかな、どうだろう。いい感じで、ちょっとトロトロすぎるんだよな。でも、もっと水が多いか。これだとね、生えてる草がね、ニョピってまた出てくるんですよね。稲わらはいいんですけど、別にいくら出ても。こう思うと、私も意外も気にし、ね、意外と気にしなんだなって自分で気づきましたね。さあ、あんまり気にならないなとか自分で言ってながら、結構なんだろう、手直ししなくていいだろうという田んぼまでね、手直ししちゃうんですよね。燃料の無駄ですね。いやー、いいわ。でもバック、はい、そう、レッド、あ、そうですね。どれだけ前輪がこの精神衛生上いいと何回も言ってますが、ちょっと手で GoPro 持つので、さっきまでのスピード感と違うかと思いますが、ご容赦ください。こうやってね、あれ、あ、そっか、このね、はい、巻き上げないでしょ、前輪が、泥をね、通った後も、まあ、通った後は輪立ちはこうなりますけど、まあ、何が一番いいかって、このね、前輪にね、泥が全然付着してない、ね、それちょっとはしますよ、けどね、少ないじゃないですか、少なかったでしょ。これがね、すごく嬉しくて、すみません、今 GoPro 装着中です。いや、こんなに、こんな方法があったのかって。なんだろうな、全然気づく気配がなかったことがちょっと悔しくも感じますね。私は全く
全身でターン、あーターンしか考えたことありませんでしたので、本当な、いろいろ、そして試さないとなとね、いろいろ試してるつもりだったけど、やっぱり家のやり方というか、そのなんだろうな、太郎家でずっとやってるやり方っていうのがやっぱり染みついてるので、まあ、一般的な方法だとは思うんですけれども、やっぱりね、一般的な方法というか、農家って人それぞれそのお家お家のやり方があると思うんですけどね、それがね、染みついてることって多々あると思うんですよね。そこを疑問持つようにしてたんですけど、さらにちょっと疑問持たないといけないな。で、正直ね、この農作業に対する疑問が年々減っているような感覚に陥ってたんですよ。なんでこんな作業するんだろうとか、これ必要なのかなとか、そういう疑問ですね。なぜ植物は育つんだろうとか、そっち系じゃないですよ。その作業の必要性に対する疑問っていうかね、これいるのみたいな疑問がね、年々減ってる感覚がありまして、やっぱり、その減ってるというのは解決して減ってるじゃなくて、なんかもうそれについて考えるのをやめてるから減ったような感じなんですよね。改めてこのね、バックターンを通してね、その自分のね、そういう農業に対する姿勢がね、ちょっと怠慢になってきてることにね、ちょっと昨日改めて、ね、気づかされたところですね。前はね、あるのかないのか分かりませんけど、当たり前と思ったらもうね、そこで考えが止まっちゃいますよね。もっと注意深く作業を考えないとなとね、思いました。地上倒れては運ばれていってる、植えるんだね。
まっております。まあ、雨の日は植えたくないのでね、はい、まあ、私は何とも言うようにカッパを着てまで作業する根性はありませんので、雨が降った日はもう白かきといった感じかな。もうここもね、星光を植える予定の場所ではありません。星光を植える予定の場所は 99% 終わりました。まだね、水が取れてなくて白かきできてないところもあるんですけれども、ほぼほぼね、はい、星光のところについては、まあ、1回目終わりましたので、ちょっと手直しが必要な田んぼはね、多々ありますけれども、確実に作業は進んでるなというところです。先日やった通りに2回目の作業というのは本当パーッと、ちょっと昨日の田んぼは広かったので時間かかりましたが、パーッと通るだけですので、スピードもね割と出しますのでね、結構早く終わります。なのでそこまで心配はしてないかなと。とりあえずこの手をつけてない田んぼをしっかりね、かく、それですね。ということで作業終了いたします。本日はですね、視聴者さんから教えてもらった、マートンさん式バックターン、はい、それをね実践してみて、かなり良かったというね、はい、内容でした。はい、ぜひね皆さんも白かきの時期やってみてください。特にねやっぱ言いましたけれども、私がいいなと思ったら特に2つですね。前輪が枕の泥を巻き上げないっていうのと、土手周りとかね、そういったところでもスムーズなねターンが可能だというね、はい、それがねとても光る方法だったかなと思っております。ちょっと私もねこの方法いいなと思ったので、はい、ちょっとこれからもねガンガン続けてこの方法やっていこうかなと思っております。で、はい、で皆さんについてもですね、はい、まあ、試してほしいというのと、またマートンさんの動画を見てね勉強してほしいというのと、あとはこういう忙しい時期ですけれども、くれぐれもですね事故等ないようにお互いに安全に気をつけて頑張ってまいりましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよって思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。